10月3日水曜日文化の日ですね。 DJ コクンね、ミクニからお届けします。今日ね、誕生日の人ね、斉藤隆夫さんね、手塚治虫、漫画で漫画ね、明治天皇、ドルフ・ラングレンね、俺の空手の師匠がね、あの極真空手時代にドルフ・ラングレンとねスパーリングさせられたって言ってましたけどもね、ドルフ・ラングレン、極真空手読んだんですよ。でね、196cm、108kg でっかいっすよね、ね、まあ、ドルフ・ラングレンってわかりますかね、若い子わかれへんかもしれんけどね、ロッキー4でね、あのソ連のドラゴ役の役者さんなんですけどもね、うん、ソ連って今時ソ連ってあのライジングさんぐらいですよ、言うてんのね。でね、アポロをね倒して死なせてしまうわけなんですけどもね、そういう人かなとかね。でまあでもまあそのロッキーがね結局はリングに沈めるわけなんですけどもね、いや映画って本当にいいもんですね。でね、とってもよかったですね。さよならさよなら言うてばいちゃうで、始まったとこやで、文化の日ね、漫画の日でもあり、レコードの日でもありますね。俺がね、初めて買ってもらったレコードかな、それはね、黒猫のタンゴだね。あとなんかやめてけれジュビズバーから言うたとかね、そんな買ってもらいました。でね、自分の小遣いで買ったのはね、ピンクレディなんですよ、小学校にね。で、高学年ぐらいでやっと RC サクセションとかね、行ったね。で、中学校になって、中学生でスターリンと聞いたのかな。ほんでね、ベストフィット USA の影響で洋楽をね、聞き出して、クラッシュとかね、買いましたね。ロンドンコーリングね。で、高校入ってからね、インディーズパンクをね、なんか聞いていくわけなんですけども、インディーズね、AA ですよ。AA レコードのよう買ってましたよ、ラフィーノとかね。その中でね、シングルも買ってました、私。ね、そのシングルレコード、買ったシングルレコードは、オートですよ。オートで、電波ジャック。I like cola!Yeah.
都に着きまして、大阪猿軍団の一員吉永率いるキスミーデッドギーでバップザップガールね、日曜日にキングコブラでねハロウィンイベントを開催してました。 SHI のギターモリアンのバンドね、ドロロベデビルマン、このねイベントにね遊びに来ていました。ウーズでリゾルブでした。はい、ハードコアいっぱいね来ましたよ。はい、今ねドロロのねあのドラムは元コンチの磯野くんですよね。で磯野くんね、あのブッダだったとかやったり忙しいですよね。まあ年もねええ年ですよ、あのお方すごい人ですわね。で元 ROM グレーブヤードのね吉永とね王都のみっちゅんと俺はね同い年でね、大阪猿軍団やねんね。はい、このね王都のシングル I like cola ね、中学生の時にねのレコーディングなんですよ。このみっちゅんらね中学生ですよ。それでレコーディングやもんね、すごいね、ま、これはほんまにすごいと思う。この I like cola 最後あの間違えてるところとかすごいね、あれもう最高やね。ねうん、ギリギリとか単独でみっちゅんが先輩やからね、みっちゅん兄さんですよ本当は。ね、俺も結構ね長い方なんですよ、あのもう高校入ってあのエイクバンドとかね出てましたからね。インデックスは結成36年なんですけどもね。はい、次ですけどもね、この間ねキングコブラに来てましたタイムトラベラーズね、そのボーカルギターのねカワちゃんこと川口淳之介さんね、元ブルーハーツですよね。このカワちゃんが昔 SA でベース弾いてね、あの東京でインデックスとも共演したことがあるってねラジオでも言うてましたけどね、その頃の音源なんですよ。インデックスは SA があのファーストのねソンシートですかね、アゲットポジションね、あれ出してた頃にね大阪のエッグプラントでも共演してます。でねあとね直樹さんがね入ってからの SA で 和歌山町のね野外ライブでも一緒にやらせてもらいましたね。最近はないですけどもね、まあ僕らもね頑張っていかなあかんなー言うてね言うてるんですけど、36年目になってますけどもまだまだ若手でございます。シュッとせなあかんね。では川口淳之介プロデュースの SA で電波ジャックコンファウンドイット。
月6日土曜日キングホール武道館でマドンナレパース集会やります。皆さんよろしく頼みます。待ってるぜ。おいおい、今から待ってるぜ。今の前乗りさんね、あいばいな。なっていうとこ好きやねなんかね、うん、マドンナね、君たちでした。早いこと前乗りしてんね、なんかね、70、10、
72時間前コードですか、それぐらいですね。あ、はい、ごと言っとんね、もう待っとってな。うん、ではね、そのね、11月3日土曜日にね、出演しますジ・インデックスで電波ジャック、夕暮れ橋とイオリ、パンクロックをお聞きの皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ザ・メイチックスのギターボーカル、メイチです。はい、ちょっと久しぶりの登場なんですけども、ザ・メイチックスはですね、先日発表もありました通り、2021年12月22日にサードアルバム Love is the Message をリリースすることになりました。イエーイ。はい、今週の月曜日に、めっちゃタイムリーな話なんですけど、レコーディングを全て終えまして、今CD のね、出荷準備に入っているわけなんですけども、ミックス作業とかね、いろいろやってまして、何気にマイチックス毎年 CD1枚ずつ出してるんですよね。コロナとかいろいろありましたけど、いろいろ止まらずにやってこれてよかったなっていう結果が今回の1枚に仕上がってると思います。レコーディングの個人的な感想はあれですね、やっぱ1年半ぐらい続けてるランニングと筋トレがこうボーカルにちょっと効果現れてるから、高い声も楽々出るようになって、なんか今までレコーディングしてきた中で一番のなんかこう自分が納得できる一枚になったんじゃないのかなって、最高更新できたなって思います。はい、そんな CD ですが、リリースするレーベルホーンテッドハウス、あと MCR カンパニーのウェブサイトから先行予約できますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。はい、お話も長くなりましたが、今月ですね、毎日お誕生日月なんですよ。11月13日に名古屋プチナインで
マイチックスのワンマン、今年最後のワンマンがあるので遊びに来てください。よろしくお願いします。では曲いきましょう。ザ・マイチックスでなんでなんでじゃなくてメイビーメイビーです。どうぞ。チックスのねサードアルバム、Love is the Message のねドラムのレコーディングはね前回同様でね甲子園にあるねリトモンキーというスタジオなんですよ。ここねあのなにわエクスプレスのねあの東原リッキー屋さんのね脅しさんのチーチョ西野のスタジオなんですけどもね、あのレコーディングエンジニアのね玉田はねこの東原リッキー屋さんのねチーチョとは違うまた別のねお弟子さんの弟子なんですよね。でマイチックスのねドラムのわっちゃんも弟子ちゃうんやけどね東原リッキーやドラムスクールでねドラム講座を聞きに行ったことがあるというね聞くだけやけどね。うん。でまあ何はエクスプレスのファンなんですよねあいつもね。で何気にこう東原リッキーさんつながりでもありますというねそのプロドラマーのねあのチーチョが参加しているバンドをね今日かけようかなと思っておりますね。
あのあれで上条さっき弾きるっちゅうやっちゃうで、あの俺がベース弾いてるあのロッキンバックホラーショーバンドちゃいますよ、別のマートですけどね。ちいちょはね、あのパールのカタログにも載ってるんですからね、すごいおっさんやで、ね、ひげもじゃやけどね、うん。さてこの曲はねカバー曲なんですよ、わかるかな、まあわかると思うけどね、プロレスファンにもわかると思うけどねプロレスファンにもわかるってなんか変わった、まあまあわかると思いますよね。ではパンデミックオノバンドで電波ジャック、イミグラントソーン。月曜日のねマジックスのねレコーディングはねベースオントップ東心斎橋店でしたよ、うん。でね毎日のギターとボーカルのレコーディングでしたけども、ええ感じで撮れましたよ、ほんま。もう最短やね、早い、とんなもんね。さっきねちょろっとね BGM でね、毎日の MC の後ろで流しておりましたけども、奥さん聞いた、もう今のええでしょ奥さんね、ジョイやで、ほんまね。ほんでね、なんちゅうかな、撮り終えて、ザ・タコさんとこのね、口カツ屋でね、打ち上がったんやけどもね、打ち上げ行ったんやけど、もう閉めるとこやでね、店をね、
そうなんですよ。でね、酒はあるんですけど当てがなくて、シシャモ3匹とね、豆しかないね。豆やで、豆、ほんまに豆やね。なんこれと思ってな、江戸時代のなんか居酒屋さんみたいな感じでしたよ。なんかね、まあまあ楽しかったんですけどね。ね、タコさんね、タコさんこと安藤くんはね、島田角栄のね映画にもよく出てるんですね。テレビの方にも出てたんかな、知らねえけど、テレビ見ないのでね。これです、これですよ、この番組初登場のおっさんですよ。ではでは、いいですか皆さん、今日聴いといて、これ A 曲ですよ。 A 曲というか、なんかその耳アワーみたいな、なんかね。ではザ・タコさんで電波チャック、お豆2、お豆ポンポンポン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 ポンポン、お豆ポン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 、お豆ポン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 、お豆トゥルトゥルトゥル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 、お豆ズミズバ、お豆ズミズバ、お豆ズミズバ、串カツをやってるんですけどね、リズム&串カツです。よくわからないでしょ、お豆ズビズバって。何やろうね、ね、皆さん言って聞いてみてください。 お豆ズビズバってどういうことですかって言ってね、ちょっとこれもお豆、お豆の粒やからね。ワンもあんねんけど、ワンね、ライブ版なんかな、うん、これもかっこいい。 JB みたいね、ジェームスブラウンみたいな感じ、いい感じですよ。はい、そして次です、次行きますけれどもね、次の曲、あのね、兄貴ね、兄貴のことですわ。ハッピーバースデー大戸裕二、ハッピーバースデー、イエーイ、イエー、ハッピーバースデー大戸裕二ね、誕生日ですよね、昨日ね、昨日59歳の誕生日ということで、すくすくとね、お育ちになりましたよね。今日はね、なんちゅうの、双子玉川っちゅうとこかな、そこでバースデーライブでギターをね、お弾き遊ばれてんのかな、そんなことだと思うけども、歌を歌い遊ばれてる頃ですかね、もう終わってんのかな、うん、双子玉川ね、盛り上がってんのね。これ双子玉川ってヨーヨーマンカって、これ二子玉って言うんかなと思ってんけど、双子玉川ですよね、うん、なんか T シャツプレゼントとかサイン入りとか言ってましたけどね、動画で匂いとかついてるんですかね。はい、俺もそういうのやろうかな、あの脇汗付き T シャツとかね、わっちゃんと俺の脇汗付き T シャツプレゼントとか言ってね、マイチックスのライブで毎日に怒られるわね、そんな感じでね。そう、
12月10日はね、装甲ファクトリーでね、元チェッカーズのそのベーシスト、大戸裕二率いる大戸バンドがね、ゲスト出演です。このイベントなんですけども、ヘルシースマイルパンクロックのね、CD 発売記念ライブということでね、サブタイトルがね、脳出血1周年記念ということでね、俺がもう治ったっていうことでね、治ったっていうか、まあ、そういうことですよ。ね、ぜひ皆さん、俺をいたわりに来てください、ほんまね。大戸裕二兄貴もね、ギターをね、お弾き遊ばれますからね、頼みます、ほんま。もうね、ステージでね、倒れんようにしますから、はい。今からね、かける曲なんですけどもね、これなんちゅうかな、これいいっすよ、なんか、ボーマーレー&ウェラーズみたいなね、ギターのピーター・トッシュみたいなギターが入ってるんですよ。ほんでね、ユイさんにね、これいいっすやん、これ誰弾いてますみたいな、俺や、言ってな、ユイさん弾いた。適当に弾いたらいい感じになったんだよって言ってたよね、ユイさんね。ユイさん、レゲエ好きなんですよ。それではね、ね、聞いてもらいましょうか。おもめちゃうよ。大戸裕二で電波ジャック、ブラックライオン。
おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。はいね、これで終わりと思う。終わり君らそれでいいの。アンコールアンコール、おいアンコール、よいしょアンコール、もっともっと今回なわなしんねん。皿洗いしてる場合ちゃうでお前、ジョイのジョイ言うてる場合ちゃうでお前、アンコールやろ。もっとカモンカモン、アンコールやんな。アンコール来てくださいよほんま。イエーイ、そうそうそう、そういうの待っててん、そういうのね。ということでね、ゆうじさんが持ってくんちゃうかな。ゆうじさん、アンコールお願いしますよね、ね。これでね、終わったらな、チッカーズファンがね、暴れだしてね、ラジオ局に火つけてね、ヤフーニュースに載ってまうからね、食い止めなあかんね。そうさせるわけにいきません。それではお聞きください。
love you, I love you, sayonara。チックスはね、ライブ中に倒れたのでね、今回はしっかりね、倒れないで最後まで立ってるでっていう感じ、リングに沈めへんでって感じでね、ロッキーですよ、ロッキー。最初に戻りますね。ユージさんがね、ゲストで出てくれるしね、やっぱりオードリーバンドがやれるってことはすごい最高なことなんですよね。で、沖縄から ISW、 東京からベルガン、京都からリキッドバタン、エイメンツですね。マイチックスも横浜からやっていきますね。皆さんよろしくお願いします。お豆ポンポンお願いします。それではまた来週ね、元気にお会いいたしましょう。その前にね、アコースティックは聴けるかどうかって聞いたんけど、あのゆういちさんのとこミディモーター売ってますから、よろしくお願いします。それでは来週も元気にお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、お豆ポンポン、チャオ。